なぜパンチーが空をって、これどういうことよ。あれ、昨日の可愛い子猫ちゃんはどこ行ったのかな。何もなかったでしょ。二人であんなに熱く盛り上がったのに。ヒゲ黒危険一発。あれはいいものだ。ああ、もう出ていくわよ、こんなボロ屋敷。え、住むんでしょここに。そんなわけないでしょ。はい、ぬぬぬ。じゃあ早速歓迎会と行こうじゃないか。とじゃ、こんなところで一体どんな歓迎会するのよ。まあまあ、みんなちゃんと濡れてもいい服で来たかな。ではこれより水鉄砲サバゲー歓迎会を開始する。ルールは簡単、3対3のチーム戦でブラが透けたらセスだ。そして勝利チームにはなんとアイス食べ放題&庭でビニールプール独占権だ。アイス悪くないかも。やるしかない、パピコ。よし、チーム分けはこれでいいな。よーい、始め。おら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 、ユウさんの水鉄砲ずるすぎるよ。静かに、花火お姉ちゃんはここにいて。え、でもあなたは透けないわ。あ、私が守るもん。このみちゃん、いつでもいいよ。そのやっちまえ。結局巻き込まれてるし。あ、もう覚悟しなさい。サイドがガラ空きだよ。やらなきゃやられる、私だって。この子、よりこお姉ちゃんの死は無駄にしない。ソナー、ユウさん、私をかばって。ヘギ、瞬間ブラ外し。な、お前のスケブラは守ったぞ。こっちの方が恥ずかしいのでは。このみちゃんすごい。花火、うわ、助けて。今は花火を打つつもりはない。え、こっちだ。このみ、どこだ。どこだ。まさか、これはつくみずだと。ブラじゃないから恥ずかしくないもん。乾杯だぜ。あとは色女だけ。花火をね、じゃいおりちゃん、なんで。今はまだと言ったはずだ。そんな、ずるいよ。ずるい、悲しいけどこれサバゲーなのよね。というわけで優勝はイオリでした。花火お姉ちゃんのプールっていうかチーム戦